国道135号起点静岡県下田市、新下田橋付近国道135号終点神奈川県小田原市早川口交差点国道135号は、静岡県下田市から伊豆半島東海岸を経由して、神奈川県小田原市に至る一般国道である。 静岡県熱海市東海岸町付近起点の下田市から伊豆半島東側に位置する伊東市、熱海市などを経て、相模灘に沿って北上し、終点の小田原市に至る路線である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り。青昇バイパス石橋インターチェンジ真鶴道路のバイパス整備青昇バイパス石橋インターチェンジから、 マナズル道路までの区間は、バイパス道路が整備されておらず、2005年度の道路、交通センサスによれば、休日は1時間平均で上下線合わせて2000台以上が走行している。当該区間は、地元住民の生活道路でもあるため、1981年により、小田原市、マナズル町という河原町は、協議会を設置して、国や神奈川県へ、清少バイパスの延伸を申し立てた。 しかし、日本道路交段及びその業務を継承した中日本高速道路側に動きは見られないため、2008年2月8日に神奈川県は当初予算案の中で当該区間のバイパス道路整備計画を示した。整備計画では当該区間を青掃バイパスの延伸ではなく、神奈川県が主体となり国道135号のバイパスを整備するものとなっている。 2008年度に基礎調査を実施し、2009年度以降に設計、都市計画決定やルート選定を実施する。神奈川新聞によると、静岡県熱海市もこの計画について歓迎の意向を示すコメントを出している。静岡県熱海土木事務所では、平成20年代後半の教養に向けて、伊東市吉田のさの原入り口交差点道、 市川名の殿の山交差点において4車線化拡幅事業中である無料開放道の駅道路交通センサスより静岡県熱海市伊豆山交差点ありがとうございます